釣れた、ワカサギ、ワカサギが釣れた。やっぱりワカサギか。わかりました。それではまたワカサギの仕掛けで、ワカサギの竿でワカサギを狙いましょう。やっぱりこれしかないかって感じだけど、なんか日に日に釣れなくなりますね、ワカサギが。もうもしかしたら今日でワカサギは終わりかも。それにしてもな、当たりが、出た。あった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 。よしよしよし。2匹目。この時間でようやく2匹だよ。もうすごいしょぼくなっちゃったね。もう本当に今日で、今季のワカサギ釣りは、おかっぱりのね、終わりかもしれない。まあ、ボートに乗れば釣れるんだろうけどね。いやー、本当に厳しくなっちゃったな、これな。突然だからね。でもいつもそうなんだよね、おかっぱりのワカサギってのはこういうふうにね、突然渋くなって、突然釣れなくなるんだよね。ワカサギの群れがね、沖合の深場に行っちゃうんだね。そうするともうね、岸にはね、ポツポツパラパラとしかいなくなっちゃうんだな、これがな。当たったか。どう、当たったような気がするな。今度は釣れてんだろう。ほら釣れてる。3匹目。しょぼい。うわ、痛い。3匹目。ようやく釣れた3匹目。まあこんな感じでね、今日はじゃあ本当に、筒抜け目指して頑張りましょう。まだ太陽出てるから。あと、1時間ぐらい釣れるかな。どうだよ。え？あと1時間ぐらい、ほら。ね、今、3時。3時40分。うん、そうだな。4時。もう日が、だいぶね、伸びてきてるから。ね。だから、5時頃まで。今日は天気もいいしね。ほら、ね。5時頃まで釣れるか。なんとか10匹行くだろう。ね。そうだな。10匹行ったら今日の料理何しようかな。しょぼすぎるな。そうだ。しょぼい時こそ、例のあれだな。七輪出してきて。ね。おままごと。もう、おままごとするしかねえよ。ねえ。そうしよう。おままごとと決まったら少し心が楽になりました。お、たた。ほらほらほら。おお、2連。やった。ほら。いっぺんに2匹追加です。やった。どうも。今日は渋いよ。なんかもう釣れなくなっちゃった。全然。そう。ついこの間まで100とか釣れたんだよ。釣れてましたね。うん。でももう今日はね、なんかね、いないね。岸に。さっき練り絵でやってみたり、いろんなのでやってたんだけど、早だって釣れやしね。ああ、落ちちゃった。よいしょ。目指せ、筒抜けだよ、今日は。いやついにこういう時がやってくるんだよね。でも水がまだねあるもんね。ね、今年はね、こうね、あの落ちないのね、やっぱりね。年内中は落とさないのかな。年内中とか言ってるけど、この動画は2022年だから、2022年の年内中って言ったらまだあと12ヶ月あるんだろうみたいな感じだけどね。まあその辺のね、からくりは、その辺のからくりは秘密なんでね。それにしてもな、これだもんな。練り絵で早とか狙ったんですけどね、さっきまで。なんか芳しくなかったね。まあいないことはないんだろうけどさ、沖合でポチャポチャ跳ねてるから。もっと、コマセバンバン巻いて、早の場合は寄せないとダメみたいで。まあ、しょぼいわ。まあ30センチとかさ、釣るならさ、おお、釣れた。まあその40センチ近いのがいいんだけど、早ならね。それで塩焼きするんだけどさ。
ー寒、なんかそれに今日はさ寒かったでしょ。こっちはもうバリバリでしょ。うちの方も初めて霜が降りたよ今日。うん、もうこっちはもうずっと降りてんだろうけどさ。ん、なんか来た。あーなんか、うん、あの俺も最近なんか全然見てないからさ、いつもここに来るおばちゃんに聞いたら昨日はいましたよとか言ってた。だから一応なんかで他の人にも聞いたらいるって言うからさ、あの漁協のおっちゃんに聞いたらいるって言ってたからさ、もう俺が見ないだけかと思って。どっかにだからいるんだ。ああそこにいるな。なんかワカサギが釣れ始めたら出てきやがった。厳禁なやつだなあいつな。今までさっきまで俺何も釣れてなかったからさ、あいつのとこには行かねえとか言ってたんだよきっと。釣れ始めたら出てきた。今日だって俺まだ何匹、え4匹か5匹ぐらいしか持ってないんだよ。それで何、猫に取られちゃうの半分ぐらいは。マジかマジかよ。なんだ、なんちゅうやつなんだ、なんつうひでえ猫だ本当に。まっ、いやそれにしてもな、容赦ないなあの猫は。なんか泣かないんだよあの猫ね。ね、泣かないくせになんか容赦ないんだな。うん、ねえ本当に。ニャボラニャ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 泣いたけどさ、あの猫泣かないくせになんかすげえ、そのなんか厳しいね。なんかいやなんかもう太陽が沈むと今日はなんかこう痛いような寒さでツイーンとか言って。あ、本当。どっかにいんの？いねえな。ん？あそこに、あそっかそっか、うん。いないならいい、いないならいないならいい、いない。出てきたらしょうがないからやるから。そこにそこにそこにやがる。あんな草の中に。なぜだお前。なんだよ。そうか、そこまで来たか。じゃあ次釣れたやつはな。釣れねえよ今日は。まだ10匹釣れてないからな。当たった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 釣れた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 。なんか本当にしょぼいわ今日は。手もかじがんできたし、ほらなんかもうすごい手がかじがんでる。あこれ周りが取れない。よほらお前やれよ、ほらほらほらそらー。なんかこいつすげえでかくなった。あいつ食った方がなんか食い出があるんじゃないかな。あの猫フライとかにしてなんか、あのなんか月が出てきてる。今日は明るい月だな。なんか、うん、それにしても渋い。あ、釣れた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 。ほら、釣れまくりで釣れた。よっ、いるか。ほら、ほら、ほら。あ、釣れた釣れた釣れた。なんかぽつりぽつりだな。月が、明るい月が出てます。ほらね、釣れました。ほら、あまた顎にかかってこい。下顎にかかると取れないんだよね。いるかいるか。こっち見てやがるお前。ほら3匹目ほら、なけなしのワカサギ3匹。まだ俺がお前10匹釣れたか釣れないかっていうとこなのに、あやつはもう3匹も食いやがった。でもまあいいや、今日は持ち帰ったら。そうだな、一匹ずつ口に刺してね、あのままごと七輪で、まあなんか醤油でもつけて焼いて食うかね。おおたた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 、おら釣れた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 、ほら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 、ほらまた釣れた。結構まあポツポツでも釣れるわな。ほら釣れるよお前。ほら2匹目だ。ほらほら、なんかあいつなんか結構うまそうに太ってやがる。あいつに醤油つけて七輪の上に乗っかってもらったら食い応えあんだろうね。結構食い応えあんだろうね、うん、
あ、釣れてる。あ、釣れた。もうなんか月がほら結構高く出てきました。明るい月。これ釣れた。最後の一匹だもん、これね。寒くなってきた。ほんと寒いわ。あ、ほいで。ほれ、いるか。あ、いたいたいた。ほら、お前にやるよ、最後の一匹、農家の飛車。ほら。よし。じゃあ、帰ります。私は。ね。で、今日はどのぐらい釣れたかというとだな。ちょっと、見てみるか。まあ、10匹以上は釣れたと思う。ね。1匹でかいのも釣れたんだよな、さっきな。でかいのも。ほら、ほらほらほら。ほら。まあ、10匹以上はいるな。これ20匹はいないかもしれないけど、まあ、15ぐらいはいます。じゃあ、これをな、七輪で焼いておままごとしましょう。はい、そして今回持ち帰った釣果はワカサギ20匹でした。うわー、急に渋くなっちゃったね。これだよ。ついこの前まではね、100匹ぐらい釣れてたからね。それが20だよ。でもね、20釣れたよ。2つ抜けしました。なんとかね。まあ、猫にあげた分もあるからね、実際には20以上釣れてますけどね。でもこれだもんな。でもね、あの河原のおかっぱりのワカサギ釣りっていうのは毎年こうなんですよ。突然釣れなくなるんですよ。だからね、今回は20匹釣れたけど、次行くとね、もっと少なくなるよ。多分そうだよ。え、行ってみようか。行ってみりゃわかるよ。でもまあしょうがねえな。それが魚釣りだからな。で、今回の晩酌だけど、釣りの時決めたようにおままごとをやることにするよ。この七輪でな。おままごと用のこの七輪。これ削り出しの本格的な七輪なんだよ。珪藻土を削り出したという本格的な。結構高いんだけど、ちっこいんだよ、ほら。ちっこいの。ね。これでもって、おままごとするんだけど、もう炭が用意されてますね。あとここに着火すればいいって感じだよ。それと、ワカサギだけだとね、ちょっとなぁと思ったんで、一応ね、河原近くのスーパーマーケットに寄ってみたら、こんなものがありました。あの芋、さつまいも、これね、太郎の野菜。地場野菜売り場で売ってたものですよ。これね、太郎さんが作ってくれたというこの安納芋、これをね、ワカサギとともにおままごとの食材として使ってみようと思う。それともう一つね、レアな野菜見つけちゃったんだよ。これも地場野菜売り場でね。これだよ、これ。ヤーコン知ってます？ヤーコンって。私ね、ヤーコンっていうのはね、一応知ってます。このね、見たこともあります。さつまいもみたいでしょね。でもこれさつまいもじゃないんですよ。これはね、キク科の植物なんだよね。でね、これどこだったかな、私見たことあるのはね、どっかのね、道の駅で売ってたんだわな。その時ね、いろいろね、これを売ってるね、店員さんに聞いたんですよ。そしたらね、なんかね、生で食うんだって。その店員さんは言うには、この皮は剥いて切って食うらしいんですよ。で、これね、梨みたいな味がするって、そう言ってた。梨みたいな味だよ。ね。で、これね、ここのラベルのとこ見ると、ほら、フラクトオリゴ糖、ポリフェノールが豊富って書いてあって、サラダ、かき揚げ、きんぴらなどって、山下自然農園、ね、山下さんが作ってくれたんだけど、ね、そういうふうに書いてあります。だからやっぱり、サラダとかでも食えるんだね。で、このサラダっていうのが多分生でっていうことだと思うんですよ。で、これね、これほら、結構ね、大きいんだよ、このエアコン。ね、大きいの、大きいのが3つ入ってて、110円。安いでしょっていうか、安いか高いか分かんないんだけど、私は安いなと思ったから買っちゃったんだけど。で、このエアコンね、エアコンはこっちのおままごとの食材とは関係ないんで。ということは、これはまた見せびらかすだけって感じでな。まあ、サブチャンネルの方の珍しい野菜食ってみたっていうので紹介してみようと思う。で、こっち避けといて。今回はこのさつまいもとワカサギちゃん、これをな、この七輪でもっておままごとすることにする。じゃあな、あとはやることといえばいつもの儀式だよね。今回は20匹しかいないからね、20匹しかいないから例の音楽は必要ないとは思う。これをな、こうな、ぎゅーっとお腹を、あれ、お腹を絞って、この2年ものの、あ、ちょっと出た、2年もののこの一番でっかいやつね。これ1匹だけしか釣れなかったんだけど出ました。じゃあな、あとの20匹。そうだな、でもやっぱり音楽いきますかね。じゃあ音楽スタート。
今日のワカサギちゃんはそうだな、半分ぐらいのやつから黒いうんこりんが出たかな。じゃあこのワカサギね、このザルにとって流水でちゃちゃっと洗いましょう。はい、それでは用意ができました。そしたらね、この炭に着火して、もうさつまいもの方はそうだな、適当な厚さに切ってね、これ丸のままだとなかなか焼けねえだろうからね。それで火がいいところになったらおままごとぶっこくことにいたしましょう。はい、そしてこちらおままごとの会場にてございます。火はいい感じというか、まだぼうぼう燃えつつあるというか、もう少しな、この火が下火になってからの方がいいような気がするんだけど、今この魚を入れてしまったら多分すぐに黒焦げになってしまいそうです。ですからですね、まあこのこれな、芋ならいいだろうって感じで、この芋をな、ここにな、こう乗っけて、ね、でこの芋はね、塩振ってあります。魚にも塩振ってあるんだけどね。で今回はこういうふうにね、用事をね、串か刺しましたね、これで。このね、塩はね、これね、美味しい塩なんだよ。これですよ、海の精、伊豆大島のね、これ塩なんだけど、これ超美味しいんだよね、超高いんだけど、これをね、パパッと振ってこうね、焼いてます。じゃあな、まあこれ焼けるまで、芋が焼けるまでまだ時間かかるし、で炭がもう少しね、置き火になったらこのね、魚を乗っけることにしましょう。ということはだね、今回の晩酌は酒が先なんだよね。まあ食ってみましょうというか、飲んでみましょうって感じですね、これ。で今回飲むお酒はこれです。春農店かつ、これね、木酒です。でこのお酒はね、山梨県の地酒にてございます。山梨県は南駒郡藤川町の、なんだこれ、よろずや醸造店っていうところがね、作ってるお酒です。かつ春農店っていうのがブランドの名前だね。でこのかつっていうのがこれ、このお酒の名前かな。じゃあこれをな、このちっこいグラスでいただくことにいたしましょう。じゃあな、これな、まあ、木酒だからね、もちろん生が、冷やが建前でございます。じゃあね、まずはお酒からいただきます。いただきます。うまい。なんかちょっと甘みのある美味しいお酒にてございます。全部飲んじまうとな、あっという間にこれね、なくなっちゃいそうだからね、何杯かでね。まあ焼けるまでぼちぼちとだね。とにかく今回はこう楽しむことにしましょうね。このおままごとっていうのはね、食うっていうよりも、あ、もう焦げてる、お火が強いね、やっぱね。おままごとはとにかくね、食うというよりもね、こう楽しむというね、遊ぶっていう感覚だからね。遊びながら晩酌をすると、これがおままごとのね、楽しいとこで。これね、この七輪、これね、切り出し七輪なんですよ。珪藻土、これは能登半島、珠洲市だったかな、どこだったかな、どっかね、有名なところ、そこのちゃんと切り出し、この珪藻土のブロックから切り出したという、ちっこいけどね、ほらちっこいんだけど、すごいね、本格的な。お値段も高かったよこれ、うん、とにかくまだ YouTube が世の中にこう始まるずっと前にね、これなぜか買ったんだよな、こういうのさ。私衝動買いしちゃうんですよ。それでずっと寝かせといたんだけど、それがどういうわけだかな、この YouTube が始まってだね、おままごとシリーズというのをやるようになって、それで活用するようになったんだよね。今季、この冬初めてのおままごとね。これから今年の冬は何回おままごとができることやら。まあ5、6回はやりたいね。ワカサギで2回ぐらいと、例えばハヤとかさ、そういう川の魚、他の魚で1回か2回、あと海の魚でも2、3回やりたいなっていうと、何、2回2回の3回でもうそれだけでもって7回、そのぐらいはやりたいかな、うん、できたら津抜けぐらいしたいな、他のものでもやりたい、なんか、うん、ね、本当に楽しいんだよこれね。ということでな、まあこれ結構長くなるからな、これな、1回カメラはここでカットすることにする。焼けたか、まだだな、でもな、まださつまいも、もっとさつまいも薄く切りゃよかったかもしれないけど、あまり薄く切るとね、美味しくないんだよね。本当は丸のまま乗っけたいんだけどね、すげえ時間かかるから。でな、このワカサギとさつまいもだけだと場が持たねえからと思って、これ銀杏な、これほら、こういうふうにさ、プライヤーでね、これをパコッとほら割ってね、こうやって割らないとバーンって思いっきり破裂するから、こう割ってさ、割ってからこの上に乗っけてな、乗っけて、これで
銀杏もこの食材に酸化すべってほらね、コインしてから。じゃあこれで終わったから、これはここにこう乗っけて、ね、乗っけて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 、お、だいぶ焼けてきたか。これはね、このラジオペンチで、うわ黒、これダメだな、火が強いよな、やっぱな。ラジオペンチで、ラジオペンチで、こう火が強い、ね、火が強いよ。わあ、黒くなった。ちょっとな、火が強すぎるな。ラジオペンチで、こうして、ね、もうなんかこれ食うそうだけど、このまま手で持つと、すげえ熱いだろうから。でも皮が焦げてるだけで大丈夫か、ね、これはもう食えそうだな。これな、うわこれ黒い黒い。じゃあこれはな、ここに一回出してちょっと冷やしてね、冷やしてから皮を剥いて食うことにしましょう。よっしゃ、剥けました。最初のおつまみこれね、銀杏。予期せずしてなんかエキストラの銀杏が最初のおつまみになった。でも結構緑色で綺麗ね。じゃあこれいただきます。いきます。うん、うまいよ、うまい。じゃあおつまみ1個食ったらお茶けをな、お茶けをこのぐらい。ああ銀杏うまいな。銀杏今年はね、豊作でいっぱいあるんだよ。いきます。うん、いけるね。春農店かつ木酒、美味しいよこれ。なんか能書きがいっぱい書いてあるけど、ここのところにほらね、なんかこう、美味しいっす。ありがとうございます。じゃあもう少し、まだこれ、どうこれ、うん、まだだな、まだだな、さつまいもまだだな、もうちょっとだな。安納芋っていうのはなんか最近よく聞くよね、安納。うん、あ、焦げた。なかなかこう火が強いんだな、まだな、もっと弱くなってから、やべよかったか。じゃあ今度これをな、また剥いて食いましょう。よっしゃ、こんな感じでね、剥いた。ほらね、なんか山の生き物、リスがなんか、松の実を剥いたみたいな、バラバラって剥いたんだけど、剥きました。いきます。うん。うん。うまい。うん。うまい。うん。ね、なんか、山に登るとね、ハイマツの実を、リスだと思うんだけど、こういうふうにね、バラバラバラって石の上で剥いて、なんか殻がいっぱい落っこってんだよ。それ見て、これいきます。うん。うまい。苦味がいいね。ほのかな苦味がね。うん。じゃあ、また、お酒。行かせていただきます。まあ、こんなんでな、ワカサギ食う前にな、もう時間が参りましたとか言って、さよならとかなっちゃうとな、大島のあの、飯の動画みたいにな、それはまずいから、ワカサギ一匹食ったらな、一匹食ったら、脳幹にします。脳幹というか、この動画終わりにしますからね。いきます。うん、前、前、ああ、これがもうね、これがもうね、やばい状態、ほら、やばいやばいやばい、これ。うわー、これだよ、これ。置いといてな、ここにな、ここに置いといて。まあ、中身は食えんだろうな。あの芋もちょっとだけ食ってな。あの芋な、これな、ちょっとだけ食ってやって。ね、これで、まあ、これはでも、チョーカーじゃないから、まあな、一個食えいいだろう。そろそろ行くか、これ。この一番でっかいやつ、これ。ね、串打ったんだよ、ほら、これね。伊豆大島の、なんだ、何のせいだろう。ん？海のせいか、海のせい、海のせいで、こうパラパラっとかけてる。これはちゃんと焼かないといけないけど、焦げるとまずいから、こっちの端の方にこう置いといてな、これ1匹だけ2年ものね。じゃあこれをだな、年頃に焼いて、ね、焼けて、食ったら、今回の動画は、まあ、納棺というか、終わりというね、しましょうね。で、次回な、どうすっかね、次回って言っても明日なんだけどね、明日。明日は、やっぱり、あ、これいいな、これ。もうほら、これ食えるだろう、これ。じゃこれ熱いからよ、ここに置いといてね、ちょっと冷ましてね、冷却期間を置いて、これもいける、ああ、これもいけそう。これもじゃあここに冷却期間として置いといて、この辺にね置いといて、で明日な、明日ね、ワカサギ今日20匹釣れたけど、明日2匹かもしんないもんね、釣れないかもしんないし、そういうもんなんですよ、あそこの河原は。とにかくね、釣れなくなっちゃうと急速に釣れなくなるから。でもね、コマセ巻いて、結構ね、こう粘れば
おい、早は釣れるね。及川は、まあ、たまにね、なんか間違って釣れるって感じだけど、早は練り餌で釣れるから。ただ、大きいのが釣れるか、小さいのが釣れるかは分かんないんだよな。今年はどうなのか。で、早が釣れたら、そうだな、フライも美味しいし、塩焼きも美味しいし、大きいやつなら塩焼き。まあ、そこそこなら、3枚におろしてフライにするか。それとか、もっとちっちゃかったらこれだよ、これ。このね、これ、こういうふうにね、なんかおままごと、おままごと、おままごと、あれ結構酒かすとか、なんだ、塩麹とかにつけてから焼いても美味しいんだけどね、こういうね、こういうふうに、こういうふうに。及川なんか連れて、こういうふうに焼いても美味しいしね。あと、沼秩父って手もあるしね、沼秩父。で、あそこはマス類は今は解禁、禁漁だから、解禁になるまでは禁漁だから、3月1日ね。だから、マス類は釣れないから。釣れるんだけどね、釣れちゃうんだけど、マス類はあそこはいるから、いっぱいヤマメが。でも今は釣れてもダメだから。おお、油が今出たな、プチッと。ほらね、こういうふうにして、これが楽しいんだよね、本当に。おお、またプチッと出た、プチッと。油多いんだよね、ワカサギってさ、結構油が多いんだよ。すごい油が乗ってるね。内臓に油があるのかな、なんかね、ぶちよーって油が。でも、これは2年ものだから、ちゃんと焼かないと。結構骨硬いからね、2年ものね。普通1年魚だからね、知ってると思うけど、皆さんね、これ1年魚ですから、ワカサギっていうのはね。トリックこれが、ね、春に生まれて3月頃卵産むんだよね。それで、それがすぐに帰るのかな、卵は。何週間かな、わかんないけど、何週間で帰るのかな。ほいで、その後、もう6月頃になると、まあ一応なんとなく釣れる大きさになるんだよね。って言っても、まあ4センチぐらいだけどね。ほいで、8月頃になると5センチとか、もう9月になると6センチとか、どんどん大きくなるんだよ。ほいで、10月頃からが最盛期で、ワカサギのね。ほいで、今頃、12月っていうの、まあ今この動画を見てる皆さんはもう1月に入って、だから新種になってると思うんだけど、私はまだ9年だからね、12月だから、12月頃になると一番こうワカサギのおかっぱりの最盛期かな。ね、ボート釣りは1月とか2月頃が結構、まあ最盛期というか、大きくて美味しいのが釣れるんだけど、その頃はもうおかっぱりでは釣れないんだよね。そうなんだよ、そうね。だから、おかっぱりで釣れるのはもう今だけなん。でも、今年は結構釣れたよ、おかっぱりでね。100超えたのが、まあ、動画にはなってないんだけどもね、毎回毎回動画にはしないんで、もう毎回毎回同じだから、内容が。でもね、100超えたのがね、5日ぐらいあったかな。で、その度に佃煮作った。だから、佃煮作りがうまくなったよ、今年は。で、佃煮作って、いろんな知り合いとかにね、送ってあげましたよ。翔さんにも送ってあげたよ。翔さんにも佃煮ね、美味しく食べてくれたかどうかね、日本酒と一緒に送ってあげました。それにね、知り合いとかにね、佃煮作って日本酒と一緒に送ってあげるんだよ。そうすると、まあ、喜ばれるのかどうなのかわかんないけど、とにかくな、こっちとしてはそんなにワカサギばっかり食ってらんねえからな、さすがにな。そういうもんなんだよな。魚釣りやる人はみんなそうだよね。同じものが釣り始めると、ずっと釣れるからさ、メジナでも何でもそうだけど、すぐ飽きちゃうんだよ、食うのな。そんなもん、お、これいいんじゃない、なんかテラテラと、ほら見てよ、テラテラ。じゃあ、これを食ったら今回の動画はね、おしまいとすることにしましょうかね。これ、ほら、いいんじゃない、もういいかな、なんかほらね、なんかほらほら見て、これ、ここくるくる回した。じゃあ、これね、まず尻尾の方からいきます、乗せていただきます。はい、うまい、うまいよ、うまい。じゃあ、ちょっとあまりにも美味しいんで、ここに置いといて、お酒、お酒、これね、この七輪のそばに置くと、木酒がなんかおかん酒になっちゃうな、なんかね。結構このね、遠赤外線すごいんだよね、これ、遠赤外線が。すごいよ、よし。あ、うまい、旬の店のカツね、美味しい。これ大きい瓶もあるのかな、大きい瓶あったら買いたいな。うまい。じゃあ、これな、これ、じゃあ、あと半分いきます。うまい、すごい美味しい。美味しい、本当美味しい。何もないけど、おいしいね。もうねえじゃねえかって。そうなんだ、ねえんだよな。じゃあな、ここで、おいしい、
だからこれを飲んで今回の動画は終わりとね、いうことにしましょう。はい、いきます。あー楽しい。てなわけで今日の動画はこれにて終了です。じゃあ次回の動画何になるかわかんないけど、まあおままごとになるとは限らないけどね、また海の釣りかもしんないしな。まあとにかく次回の釣り動画で会いましょう。それでは皆さんごきげんよう。